バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜は記念すべき第2回目のバニラスカイ放送です。今日迎えられてよかった、ありがとうございます。ありがとう。もうね、この1週間横は大丈夫かなってご心配おかけしてたと思うんですけれども、皆さんのおかげでね、2回目の放送スタートできました。本当に本当にありがとう。そしてね、嬉しいことにメッセージいただいてるんです。第1号のねメッセージ読みたいと思います。ヨコさん、こんばんは。こんばんは。先週の第1回目の放送楽しく拝聴しました。鹿児島弁になったりして面白かったですよ。ハッピーがテーマというのを聞き、早速メッセージしました。私は今年のお正月、家族で過ごしました。ゲームしたりテレビ見たりして、とてもハッピーな気分になりました。やっぱり家族はいいですね。私にとってのハッピーの源です。陽子さんのお正月はハッピーに過ごせましたか？これからも毎週聞こうと思います。陽子さんも体に気をつけて頑張ってくださいね。ペンネームサンタさん、サンタさん私も大好きです。ありがとうございます。嬉しいね、もうメッセージ来た。もうね、このなんだろうな、ハッピーの源ってね、おっしゃってる家族がハッピーの源ですっていうねメッセージで、もう私までハッピーになりまして、やっぱいいですね、ハッピーがテーマってね。ありがとうございます。陽子のお正月も家族と過ごしました。うちの娘はね、今年中学校2年生になるんですけれども、実はね、先週末鹿児島雪が降りまして、東京の初雪の観測より鹿児島の方が早かったんですよね。で、私のうちの方でも3センチとか5センチとかね、日によってこう積もったんです。で、夜中とか朝方とかはしゃいで外に出てね、うちの弟たちと一緒にこう雪だるまとか作ってたんです。だけどうちの子はね、出てこなかったので、私たちが自慢そうにね、雪だるまできたよっていうのを見て、うん、いいねってね、なんか監督でしたね。雪合戦を私も 弟とねしたんですけれども、うん、出てこなかった。だから、あの、なんていうのかな、家族で過ごすお正月、まあ家族っていろんなポジションでね、みんな成り立ってるんだな、支え合ってるんだなっていうのを雪合戦で知りましたね。再確認したね。そう、すごくハッピーでしたよ。私もね、もう娘の寝顔に癒されてね、よし明日も頑張ろうってね、こう過ごしている日々なのでね、このメッセージあったかいですね。そう、サンタさんもね、今年1年年末の忙しい日まで突っ走ってください。私も突っ走ります。メッセージありがとうございました。ではですね、せっかくこのサンタさんっていうね、素敵なペンネームの方からメッセージいただいたんで、私も素敵な陽子の曲をお届けしたいなと思います。鹿児島クリスマスマーケットっていうねイベントが、鹿児島中央駅、鹿児島で一番大きな駅のところで毎年開催されてます。そこでね、私の曲がテーマソングとして使っていただいたのが4年前、で3年前は、私中心になりましてコンピレーションアルバムのギフトをリリースしました。で、2年前にギフト2をリリースになって、このコンピレーションアルバムは鹿児島県内外のアーティストさんによって発信してたんですけれども、もう皆さんね、揃って鹿児島を愛してやまないアーティストが集ってるんですね。で、去年はギフト3をリリースしたいなって思ってたんですけれども、なかなか活動がね、こう自由にできなくて、このシャイニーという曲、陽子の曲がねテーマソングになったことがきっかけで、このコンピレーションアルバムも生まれてきたので、ではシャイニーをね、このアーティストさんたちと一緒に歌って、映像もこう今っぽくね、リモート的な映像で
まあ、自分たちで取り合ってね、集めて発信したらどうかなというプロジェクトがありまして、見事シャイニー2020として、映像付きで発信することができました。9組のアーティストさんと一緒にね、歌って発信したんですけれども、そのシャイニー2020バニラスカイミュージックの公式の YouTube より発信映像してますが、今夜はこのギノワンさんのね、 FM ギノワンさんの YouTube、 そしてヨーコの YouTube からも聴けるバニラスカイより一曲お届けしたいなと思います。ではお聴きください。9組のアーティストでお届けします、シャイニー2020、どうぞ。あなたの思いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント。心と心を合わせて、カレンダーもう
鹿児島クリスマスマーケット公式テーマソング「シャイニー2020」お届けしました。この「シャイニー2020」に参加してくださっている9組のアーティストをご紹介したいと思います。1組目ボン・デラックスさん、2組目アップル・ジャムさん、3組目スイさん、4組目メイケンバンドよりメイケンさん、5組目サザン・クロスさん、6組目いちほさん、7組目マック・スタイルさん、8組目シノン、9組目ヨーコのこの9組が参加してくださってます。1組目のボン・デラックスさんはですね、ボンさんは鹿児島県枕崎市というところを拠点に活動されてます。スカバンドアーツのボーカルリーダーでトロンボンも演奏なさって、ボン・デラックスさんの時は、シンガーソングライターさんなんですよね。アレンジもなさってるし、とても多彩な素敵な先輩です。2組目アップルジャムさん、アップルジャムさんは兄弟でバンドを組んでいらして、お兄ちゃんの司兄ちゃんが作詞作曲なさってですね、お兄ちゃんは鹿児島在住、妹のミカちゃんが東京在住で、活動は基本的には東京だったんです。でこのねコロナ禍の影響ももちろん受けていらっしゃるんですけれども、もともとツイキャスでね世界中に発信されてましたのでね、アップルジャムも現在も頑張って活動されてます。素敵なバンドです。そして3組目スイさん、スイさんは鹿児島県ご出身で、一昨年からですかね、活動拠点を東京に移されて活躍中です。スイさんはですね、とっても可愛らしいお声で歌ってらっしゃるシンガーソングライターさんなんですけれども、いつもねピアノを弾き語りでステージなさってます。私もね目がハートになりながらステージを拝見しております。そして4組目メイケンバンドよりメイケンさん、メイケンさんは風は南からという番組をなんと今年の1月より火曜日 FM ギノワンさんでスタートなさって、ねえもう盛り上げていらっしゃいますよ。そう鹿児島大好きでね、メイケンさんも、メイケンさんも鹿児島愛あふれて、で私もねいろいろとお誘いいただいたり助言アドバイスいただくんですけれどもね、とてもクリエイティブな方ですよね、パワフルな、もう鹿児島を代表する親父バンドのリーダーメイケンさんです。そしてサザンクロスさん、サザンクロスさんは日本一になったご当地アイドルなんですよ。もうねとっても可愛いんですけれども、ステージ上はねもう力強さ、もうなんていうのかな、あのエネルギッシュさ、私大好きですね。そうサザンクロスさんですね。そして、6組目はシンガーソングライターのいちほさん、いちほさんはお姉さん分アーティストさんなんですけれども、福岡ご出身で東京在住でね、もう東京でとても活躍されてます。いろんなねこうほんとねクリエイティブな脳をお持ちでね、もうパワフルなんですけれども、シンガーソングライターという、曲を作って歌って発信するだけでなく、ミュージカルの方もなさってて、もうねとどまることを知らない、とても素晴らしい女性です。そして、7組目のマック・スタイルさん、マック・スタイルさんはマックさんは三重県四日市市の観光 PR 大使もなさってて、で女優でもある石田みどりさんとね、みどりちゃんとお二人でマックスタイルというグループで活動なさってます。マックスタイルさんもお兄さん分アーティストさんなんですけれども、ほんとねお二人が一昨年出された光という曲、私大好きで、もうね何回聴いただろうか、もう去年はね一番聴いた曲だったと思います。この光もなんですけれども、他にもいろんな素敵な曲マックスさんがね生み出されて、そうで私もお世話になってるサウンドプロデューサーの石井さんがプロデューサーとして一緒に発信なさってます。そして、8組目のシノン、シノンは、うちの娘なんですけれども、もともとはね去年の3月までに活動をしていました、半年活動していた VSM キッズというね小学生3人のユニットがあったんですけれども、3月
で卒業しますということだったので、あのシノンはね、それでもその VSM キッズが、卒業になった後も、こうアーティスト活動をしたいということだったのでね、引き続き歌っております。そして、最後ヨーコなんですけれども、あ、そうそうそう、シノンはね、去年のその12月20日、鹿児島を代表する生キャラのね、あのジャンケンマンっていらっしゃるんですけれども、ジャンケンマンが主催する子供たちのイベントでね、フルートも吹いたりとかして、フルートと歌と頑張ってですね、今回石井さんの素敵なギターと一緒に活動しておりましたね。そうで、最後陽子は、私なんですけれどもね、私でございます。そう、今年活動6年目、シンガーソングライターしておりますが、小さい頃からね、歌手になりたいという夢が変わらずに多くの方に、このシンガーソングライターという仕事、夢を叶えていただきました。本当に感謝ばかりの、アーティストでございます。鹿児島をこよなく愛しまして、もう鹿児島拠点で世界飛び回ってやろうじゃないかという、活動をしております。今後とも、バニラスカイ通してね、私を知っていただけたら嬉しいと思ってますんで、これご視聴お願いいたします。ということで、このシャイニー2020をね、やっとこう長くね、皆さんにご紹介できて嬉しいです。ではここら辺で2曲目の曲をお届けしたいと思います。2曲目は片しぐれという曲をお届けしたいんですけれども、この片しぐれ、私ね、去年応援してくださる方からアドバイスいただくまで、梅雨の時期のね、まあ片しぐれってしぐれっていう言葉があるから、ちょっと梅雨の時期に聞いてくださいって発信してたんですけれども、なんと冬の季語ということが分かりまして、あ、この曲は冬の歌なんだということになりました。もともとはですね、歌詞は私が書いたんですけれども、サウンドプロデューサーの石井さんから曲をいただいた時に春のイメージがあったんですね。桜が似合う曲かなって思って、こう桜に雨が降って散っていく、ちょっと儚くも日本ならではの美しさ、ああいうことを歌詞に書けないかなと思っていたんですけれども、それから半年経ちまして、歌詞をいざ書くってなった時に、女心を重ねた雨の曲にしようってなったんですね。まあそれまでに何があったのかっていうところはさておき、でもね、歌詞を書く時に私は実体験ばかりではなくて、いろんなことを妄想して書いております。声を大にして偉そうに言うことではないんですけれども、とても妄想して歌詞を書いております。なのでね、この時に片しぐれっていうタイトルを決める時もすごく選んだんですよ。あ、女心と空模様、あー素敵な言葉があったって見つけたんですけれども、そもそも片しぐれっていう意味は、一つの空、見上げた空が半分雨で半分晴れている状態、よくね、私は空港で見かけます。そういう空のことを言うんですね。まあ、どんな曲なのか聞いてのお楽しみということで、お聴きください。片しぐれ。ふと懐かしい気持ちで目覚めたの、あなた越しに弱い光、雨の音が聞こえる、夢に見てた未来の破片が牙を剥いて、私の喉を刺すように言葉奪
満たされるため美しい愛を選んだ全て洗い流してと立ち尽くした目の中選んできた道は間違ってはいないただ流れる静かの ですか。片しぐれすごくね大人なナンバーであの大人気な曲です。ぜひこの片しぐれも収録されてます。初めての陽子のフルアルバムキス&ハグ全国どちらからでもお買い求めいただけますので配信もしてますのでお聴きください。では最後の曲ご紹介したいと思います。最後はマイブルーデイというね2枚目の CD ミニアルバムに収録してまして今回はドラムをね陽子バンドでお世話になってる杉野俊之さんに生ドラムを演奏していただいてでアップテンポになって歌も歌い直したんですけれどもこの曲の時の陽子はねなんていうのかな発信した時にはちょっと若かったのでね可愛らしさもあったんですけれどももう33になった陽子は大人ななんていうのかなあこういう時期もあったよねみたいな感じで歌ってるんですね。なのでカッコつけてるわけではないんだけどどうやったらこの曲の良さが出るかなって格闘しながら歌った思い出があります。ではこの曲も結構人気です。もう全部ね人気なんだよ実は知られてないけどもということで最後の曲お届けします。My Blue Day。来週もバニラスカイリクエストやメッセージ大募集してます。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いいたします。今週もめちゃくちゃ皆さんにとってハッピーでありますように。陽子でした。では一緒にバイバイハッピー。